車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。6月16日日曜日午後6時を回りました。先週はね、あの200回のラジオを聞いていただきまして、本当にね、どうもありがとうございました。前編、動画ということで初めてお送りしたんですけども、あの皆さんからすごいたくさんね、あの感想をいただいて、しかもどれもすごくね、あの好意的な感想で、本当にあの応援してくださってる方々の温かい感想で、ね、本当に嬉しかったです。あの中にはたまにね、あのこういいねじゃない、こっちじゃない、なんかこういうマークの方を押されちゃうこともあるんですけども、200回ね、あの自分が出てるってことでやっぱ面白く思わない感じとか、なんか、ね、入れられちゃうかなと思ったら、何も一個もなくて、すごいありがたいなとか嬉しいなっていうふうに本当に思いました。本当にどうもありがとうございます。今日はね、とかあの201回目からはね、あのどっかこっかでこう動画を出していきたいなと、あの動く絵にしていきたいなと思うので、しばらくはこの冒頭だけこうやって動く絵でお伝えしたいなと思っています。であとね、この週末はさ、ちょっと私ね、昨日飲みすぎちゃってね、今日も日曜日に撮ってるんだけども、あのだいぶ顔もむくんでるかもしれませんけど、ちょっと昨日ね、いろいろ忙しくて、セミナーもあったりしてね、まあ久しぶりにちょっと夜はゆっくりできたんで、先ほど起きましたというところで、この週末はさ、ルマンだよね、ルマン24時間。私も今ね、こちらのモニターではね、トヨタのね、オンボード映像を映してさ、今小林亀井選手走ってますけど、トヨタがね、ワンツーで走ってますよ。まあ、昨年に引き続いてね、連覇狙ってまして、トヨタ自動車のライバルはもう自ら自分たちのね、トヨタ自動車ということでワンツー走ってますよね。ということで、この TS050 ハイブリッド、まあ本当にもう、まあ、熟成されてもう盤石な体制ですよね。本当は3年前にさ、止まってしまっ、2年前にね、ラストの7、8分で止まってしまった時、あの時もね、すでに完成された車だったんだけども、ちょっと不運があったよね。だけどもう本当にすごい強い車で、まあ、一番レベルの高い LMP1 クラスなので、他の車を抜いてって当たり前なんだけども、他のクラスの車が本当になんか自転車を追い抜く車みたいな感じなぐらいすごい速さに差があるんだよね。でやっぱハイブリッドっていうのはやっぱガソリン車とは違って、モーターの力を借りるもんだから、やっぱり加速力がやっぱ全然違うんだよね、ハイブリッド車ってね。なんでそういった楽しみ方もできますので、このねルマン24時間、今日の夜10時ゴールなので、トヨタのね、ホームページ、ガズレーシングのところでね、オンボード映像見れますので、で、注意しなきゃいけないのは、2018-19 ウェック、ワールドエンデュランスチャンピオンシップの方なのを見てくださいと。なんか2018だ、これ去年のレースでしょってなくて、2018-19がね、ウェックのスケジュール上、そうなっちゃってるんだよね。で、来年は2019、2020年の、ウェックになるので、今ね、やってるレースは2018-19のところを見てくださいと。これちょっとね、外国の、ね、サイトが多いんで、ちょっと間違えちゃいがちなんだけども、そこを見てくださいということで、この週末ルマンを楽しんでいきましょうということで、今週もね、各種指標、ごめんなさい、先月のね、各種指標が出てきてますので、自動車販売とかいろんな状況分かってきましたんで、そちらをねお伝えしたいと思います。それでは早速参りましょう。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに6月9日の日曜日ですね、 F1 シリーズ第7戦カナダグランプリの決勝がモントリオールで行われました。でレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペン、5位でしたということで、ホンダ表彰台を逃しております。6月10日の月曜日ですね、スバルのフォレスター一部改良モデルを発表しまして、7月の18日に発売を開始するということです。マグネタイトグレーメタリックっていう新色が出てるんですね。なんかオレンジの、ね、差し色がちょっと入るんですけども、オレンジだけど、ちょっとこの配色完全にニスモのパクリだなっていう感じがしちゃいますね。独創性がちょっとないなという感じなのと、あとオレンジっていうのがすでにデリカがやってるよね。特別使用車がだからデリカがオレンジやってたと思うので、なんだかなっていう感じがしますけど、どうせパクるならというか、赤の差し色の方がね決まると思うんだよね。なので赤入れたかったなと思うんだけど、やっぱりニスも意識しちゃったのかなって感じがいたしました。6月11日の火曜日、テスラのイーロン・マスクさんですね、こちら米国で売れ筋となっていますピックアップトラックの、EV、ピックアップトラックの EV を、開発中ということを明らかにしております。この夏にもね車両デザインを披露するそうですということでね、ピックアップトラックも
EV の時代になるんですね。まあ、アメリカってね、本当にね、こういうトラック流行ってますからね、どんなデザインになるんですかね。あとはインド自動車工業会ですね、5月の新車販売台数を発表しておりますと、インドがね、前年同月比の 18% 減ですよと、で2桁減が2ヶ月連続ですよと、で4月の 15% 減よりもね、今回の 18% 減なので、より落ち込み幅が大きくなってますよということで、マルチ続きに至ってはね、 25% 減ですよと、ね、半端のない下げ幅、ね、皆さんもね、例えば自分のお小遣い、自分の月収、25% 下がった時のことを考えてみてください、ね、寒い、もうゾクゾクとしても考えたくないぐらいですよね、 25% 減なんてね、まあ、それぐらい企業は痛手を食らっているということですね。あとはマツダですけども、新型の、ね、SUV CX-30、 こちらをこの秋に日本で発売するということを発表しておりますと。あとベントレーモーターズですね、フォードアサルーンの、ね、フライングスパー、こちらの新型を発表しました。で今年の秋に受注が開始されまして、2020年の初頭にデリバリー開始という見込みらしいんですけども、まあ、ベントレーね、さすがに、まあ、綺麗なセダンだわなと。まあ、フロントのグリルとかね、すごくシンプルなんだけども、まあ、非常に大きくて、私こういうデザイン好きですね。丸めのライトとよく似合ってんじゃないかなと。横からのスタイリングもね、もうすごくいい。ベントレー、かっこいいなと。ただね、私ね、歴代のベントレーの、まあ、最近の中のベントレーの中で、まあ、どうしてもテールライトはね、あんまり好きになれないんで、なんかちょっとこう、まあ、色が濃すぎるというか、色も濃いし、なんかこう、ちょっとね、怖い感じ、なんか怖いというか、ちょっとなんかこう、生理的に合わないんだよね、テールライトが。テール以外はね、すごくいいなって思います。まあ、個人的にな感想でしたと。で、あと、ボルボカージャパンですね。ボルボの V60 ですね。のラインナップに、V60T6 ツインエンジン AWD モメンタムっていうのが追加されましたということで、これ長いね。なんかツインエンジンとか書いちゃってるけどさ、ツインエンジンってこれ、ね、PHV のことなんだね。だからこうカタログとか説明を読むとね、多分ツインエンジンっていうからさ、ね、よろしくメガドックに出てくるさ、ハイギアードのさ、東条さんのピアッツァかと思っちゃったけど、全然ツインエンジンじゃないからさ、これ厳密にやったら、これ広告的というか名前的にはダメだよね。ジャロとか言ったら、なんかジャロは広告だからあれだけど、ね、ちょっとツインエンジンっていうのは嘘だなと思うんですけども、ちょっとね、でこのハイギアードもどれだけ分かってくるか分かんないんですけども、ちょっとボルボのこの新型の名前は長すぎるという感じがいたしましたね。で6月12日の水曜日、中国の、ね、5月の新車販売台数が発表されまして、前年同月比の 16.4% 減でしたという発表でございますと。でフォルクスワーゲンとかゴールドじゃないや、GM ですね、デュアルモーターズがかなり売り込まれたとか売れなかったんでやられてますということで、ただね、中国の販売台数が 16.4% 減ですよって言われにね、日本車はね、頑張ったのが良かったんで、明暗分かれましたけど、ホンダ 37.4% 増、トヨタ自動車 12.1% 増ということでね、軒並みさ、フォルクスワーゲンと GM やられてんだけども、トヨタ、ホンダはね、もう絶好調と。でただ日産は 4.8% 減でね、ちょっと明暗分かれちゃったけども、中国でね、やっぱ日本車売れてんだね。だからやっぱさ、 GM っていう車はアメリカ車でさ、でアメ車自体さ、日本で売れてないし、例えば皆さんね、ちょっと話それちゃうな、まあいいか、例えば今皆さんにちょっとアメ車買ってきてくれと、ね、GM の車買ってきてくれって言われたら買うの大変だよね。だってディーラーないもんね。フォードの車ちょっと買ってきてよって言ったら、って、中古車で並んでるのは買えるかもしれないけど、フォードってだって日本からディーラー撤退してますし、フォードの車どうやって買ったらいいんですかって、まあ、柳瀬とかから経由でね、なんか直接 のルートで入れてくることはできるかもしれないけども、ちょっとさ、フォードの車買うのって結構難しいんだ、今。日本にディーラーないから。ってことはさ、外国メーカー、フォードとか GM ってさ、日本で車売ることは諦めてるよね。もうそういう感じだよね。だからなんていうかな、トランプさんが関税かけたりとかしたとこでも GM の車とかフォードの車は日本には増えないよ。だって買えないんだもんね。だからそもそも本国だってフォードとかの陣営は日本で車売ることなんて考えてなくて、もう何だったら自分たちの車で売った方がいい、ね、で楽だし、日本車の場合はさ、日本で車売るってことは結構いろんな規制があってね、右ハンドル車がやっぱりしなきゃいけないわけだよ。で手間暇かかるよ、時間もかかるしね。日本で売るためだけにさ、右ハンドル車とかね、まあ、イギリスでも右ハンドルだから売れるんだけども、そういうことをアメ車はしないでしょ。あるのかな、例えばキャデラックエスカレードの右ハンドル仕様とか、
私聞いたことがないんだけど、もしかしたらあったらごめんなさい、ちょっとこの辺のもしかあの教えてほしいなと逆にあの思うんだけども、あのエスカレードとかさ、キャデラックの右ハンドル仕様ってね、まあ、何台かもしかしたらフェラーリもね右ハンドル仕様あるからね、ただあれはあの存在知ってるんだけども、ね、アメ車の右ハンドル車仕様っていうのはすごくレアで、まあ今はないんじゃないかなって気がいたしますけども、だそれぐらいね日本で売ることを諦めてるメーカーだからしょうがないなと。で、まあ、そこでホンダと、ね、日産がトヨタが頑張りましたというのは日本人としては誇りですね。あとメルセデス・ベンツがスウェーデンのストックホルムで開催中の UITP グローバル公共交通サミットっていうのに、ね、こう新しいバス EV 型の EV の大型バスをね、イーシタロっていう、バスを出展しましたということで、まあ、あの窓がすごくでかくてね、一見するとこう色はシルバーっぽくてね、一見近未来っぽくてかっこいいんだわバス、メルセデス・ベンツが作ったらあこうなるんだなと。ただねデザインはちょっとね雑だな。あのバス作りはやっぱりさ三菱ふそうだよ。三菱ふそうが一番僕はうまいと思ってるし、こうやってもちろん日本のメーカーでね、僕らとしてはやっぱ誇りだよね。で私が好きなバス、これ言ったことなかったけど、皆さんね好きなバスってなんかあります？あの私ね2階建てバスなんだけど、エアロキングが好きですね。やっぱどうしてもやっぱ大きいの好きなんだね。エアロキング、大好きです。6月13日の木曜日、トヨタ自動車株主総会がありました。秋代社長が、ね、株主を前にトヨタは大丈夫だという慢心を取り除くということを強く強調しておりますと。で役員報酬についても、ね、従来の見込み額から一律 10% 減、課長級以上の管理職でも、夏のボーナスは前年に比べて平均 4-5% 下げますということで、組合員の、ね、ボーナスも減額ということで、まあ、危機感の共有化、ね、このままじゃいけないんだという、ね、危機感を共有化するためにね、給与とか報酬を削ってやるんだという、ね、力強さを感じましたけどもね、まあ、この辺さすが豊田章男社長、しびれますね。あとは自動車販売のガリレオコーポレーション、こちらは、ね、年間20万円程度で新車の軽自動車を3年間ねマイカーのように使えるリース事業を始めたということで、まあ、軽自動車ではあるんだけども年間20万程度で乗れるっていうのはこれはちょっとねすごいね、あの走行距離が月500キロまでいいらしくてね、あなんかすごい時代になってきたなっていう感じがしますけど、早く一般のね大きな、登録者の方にもね広がるといいなと思います。三菱自動車のねエクリプスクロスにディーゼルエンジン搭載モデルが追加されまして、この日から発売が開始されてますと。あとスズキのスイフト、エアバッグに不具合があるとして国交省にリコールが届け出てますと。あとは東京証券取引所、日産自動車に対しましてね、有価証券報告書の虚偽記載に関しまして改善報告書の提出を求めたということを発表しておりますということで、まずは6月27日までに、改善報告書を出せと日産にね。でプラス6ヶ月後には改善策がどれぐらい、ね、実施されているかということを示した報告書を別に出せということで、かなり、東証からは、がっつり、ね、焼きが入ったんだなと思います。当たり前ですねこんなんね。警察庁からのニュースでね、運転免許証に、氏名に加えて旧姓を併記できるように記載内容を変更するっていう方向で、準備していることが分かりましたね。旧姓も表示されるできるようになるんですね。でこの日からかな、ルマン24時間がサルサーキットで開幕、あの予選開始してますよねということで、まあトヨタがワンツー、まあ、連日ワンツーだったと思うかな、この日だったらワンツーでしたね。で6月14日の金曜日、デンソーが、ね、6月中にも相談役と顧問をゼロにするという内容が、ね 日経電子版で報じられてましたということで、2018年去年には9人いた顧問がね、なんと今年にはゼロにするということで、意思決定のプロセスを透明化しますということで、この取り組みはさ素晴らしいよ。こういう、ね、変革ってね大きな企業であればあるほど難しいの。もう大きな企業って身動き取れないんだよね。でだから電装クラスのね超もう大企業だよ、ね、トピックスコア30指定銘柄の電装ですよ。で去年まで9人いたね顧問をねもうゼロにするんだということで、まあ、首切られた方なのかどっか行かれたのか分かんないですけど、こういったことをやるのはねさすがだなと、いいなと思いました。で6月15日の土曜日、ルマン24時間レースが22時に決勝スタートしておりますと。でトヨタがワンツー体制、今日6月16日日曜日ですけども、朝9時40分の時点ではトヨタがワンツー体制で走っておりますと。で今日の22時に、ルマンゴールを迎えますというね、こんな感じな1週間でございました。まずいろいろあったね、
運転免許の、ね、救世兵器ですけども、やっぱりいろいろな社会の、ね、多角化が進みまして、結婚後に、ね、救世を使い続けますっていう、まあ、女性が多いので、まあ、マイナンバーとか、ね、住民票とかも救世が表示できるようになったので、まあ、それに合わせまして免許証も、ね、変わりますよということで、まあ、こちらは本当にいいことかなと思います。あとは秋代社長ね、豊田秋代社長、この株主総会ありましたけども、生きるか死ぬかの戦いで、トヨタが死ぬのは社内に大丈夫という意識が蔓延した時だという強い危機感の、ね、コメントを出されておりましたけども、まあさすがだなと、まあ、秋代社長も今年10年目と就任10年目ということで、まあ、いろんなね本当に業界的に一番の変革の時期なのですごく大変なんだろうなと思いますけども、まあ、この会社が置かれた状況をね、まあ、こういろいろ議論を重ねてさ、組合員だけじゃなくて、まあ、組合員はね労使交渉とかで会社の経営危機がね分かったんだけど、なんとね役員とか管理職の間にねもう十分な危機意識がなかったということでね、今回彼らのね報酬が削られるわけですけども、大変だよね、こう大きな会社だからさ、でトヨタっていうのは本当に日本を背負ってる会社なんでね、これからの、ね、こう動向っていうんですか、本当にね我々日本人として温かく、ね、見守りたいと思いますけども、あと日産自動車ね株主総会というと25日に、来週って25日になる、まだなんないか、来週再来週ね25日に株主総会があるんですけども、ここでね日産はね新たな経営体制のね議案を提案するのね。だけどこの新たな経営体制の、ね、議案に対してすでにルノーが、ね、投票を棄権すると、うん、まあ、平たく言うとさ投票を棄権するって分かんないかもしれない、要は投票しないということと、要は不満というか不快というか、要はこうなんていうかな反対ってことだよね。だから、まあ、棄権すると投票すらしないということで、要はルノーが投票しないのは勝手なんだけども、これはルノーっていうのはさ日産の株式の約 43% を持っていますということで、ルノーが危険に回ってしまうとだよ、残り 57% ね、ルノーが 43% 持ってるから残り 57% の株主さんがね仮に全て賛成って、日産の経営体制の議案いいね賛成賛成って言っても 57% しか賛成が集まらないわけ、ね、3分の2以上の賛成が、揃わないと賛成にならないと、このね新しい議案がね通らないわけなので、3分の2約 67% ね、のこう条件満たさないということで、この流れなのでねルノーが実際にこう棄権してしまうとこの議案は不成立になってしまうという可能性が非常に高いというところで、さらに日産自動車がねもうだって今はねこういう状況でねこういうふうに経営刷新しますっていうことをやろうとしているので、それを、通らないということで、もうさらに機能不全、さらにこう身動きが取れなくて動きが取れない、やばい会社になってしまうね。なので、まあ、ルノーは出席した上で、ね、棄権するらしいんですけども、これ両者の亀裂がさ実際深まってる証だよね。だけどルノーのスナール会長はさ、ルノーの株式抜き総会、これは今月の頭にあったんだけども、日産との関係はね必ず修復できるなんて言ってるわけさ、まあ、どうしてそういうこと言えるかなと思うけども、これもう修復結構困難じゃないかと思うけど、まあ、裏でねいろんな何かこう交渉とかされてるのかもしれませんけども、まあ、ルノーもルノーならさ日産も日産だよね。私ね、私的にはこれ僕の意見ね、アイメッセージとか言って、私的には日産側に問題があると思ってますんで、どちらの味方かと言われると今回はルノーの味方かな。僕は日産はねやっぱりちょっと経営陣を刷新すべきだよね。ちょっと、ね、素人の僕が見ててもまずいんじゃないかなっていう感じがいたしますということで、日産もね今後月末に向けて大変ですけども、まあ、ちょっとねこれ本当にルノーが全部ね棄権したら面白い展開になるなっていう期待感も込めてこの月末ね、迎えていきたいと思っております。というわけでこの1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはね後付けのペダル踏み間違え防止装置、こちらのお話をしたいと思います。先週のね6月11日の日に高齢ドライバーによるね交通事故が相次ぐ中、
あの東京都がこう事故防止の緊急対策としてアクセルとブレーキの踏み間違いによるこの急発進を防ぐ装置など、ね、こう事故防止に効果的な装置を、ね、新たに取り付ける高齢者に補助を行う制度を設けますと。で制度の開始から1年間は費用の9割程度を補助するということを、ね、発表してまして、まあ、約9割は払うから、ね、高齢者はつけろということなんですけども、これさあの、まあ、すごいよね。9割補助してくれたらつけるわな。1万円の商品だったら、ね、1000円で済むわけでしょ。なので、まあ、つけると思うんだけど、このね、僕たち後付けのこのねペダルの踏み間違え防止装置っていうのは僕の中でイメージしてるものがあったんだけども、世の中では随分違うものもあるんだなっていうことで、これねまず紹介したいのがね、ワンペダルっていう、これ皆さん知ってますかね。ワンペダル、これね踏み間違いを、これかなりねアナログな方式なんだけども、これ売れてるというかね、いいらしいんだ。何かっていうと、このねワンペダルっていうのはこうアクセルとブレーキをねつなげる特殊な金属のペダルをね後付けすることで一体化させるということで、ワンペダルっていうんだけど、これがね何かっていうと、まあ熊本県のね鳴瀬機材が開発したんだね。ブレーキはさ、こう従来通り踏み込む仕組みなの。だからボーンってこう踏んだら、それはブレーキしか動かないわけで、アクセル側はこう何ていうかな、つながってるそのレバーのところ、上のところをちょっとこう改良して、なんかこうで部品とかこうつけて、アクセルはレバーをねこう足で横にスライドさせる形で、手を振るときってバイバイってこう手を振るときって手をさ左と右で動かすじゃないですか。あの感じで足を、ね、左とか右に倒すと、そっちにアクセルが反応する。なのでブレーキは押す、でアクセルは足をこう、ね、左とか右に倒すとアクセルレバーをこう操作することになるので、まあ、それ焦ってガーンって踏みつけた時にはブレーキしか作動しないわけね。なのでそういう風に、ね、こう踏み間違いがなくなりますよという装置なんですけども、価格は、ね、約20万円なんですって。で、まあ、これメカニカル的に変えるものなので、構造を変えるものなので、まあ、すでに900台ほど売れて、踏み間違える必要ね、踏み替える必要がなくなるので利用者の評判もいいみたいな手応えを語ってますけども、まあ、非常にシンプルなね機構というか構造だけどさ、あんまりこれ運転したらあんまり違和感ないのかもしれませんけども、ちょっとね抵抗があるなという感じがしますね。踏み間違いはなくなるんでしょうけども、踏むっていう動きがね機械的に反応できるのがブレーキだけなのでいいんですけども、これ逆にさ、その要は踏み間違えるってことはさ、ガーンって踏んじゃってるわけでしょ。これだからガーンって踏まれたらさ、ガーンってブレーキかかるわけだよね。だから逆にさ、今のところは踏み間違ってすげえ勢いで交差点に突っ込むやつがいるけど、今度からは一般のね、一般のこなり道路走ってる時に急停止するやつが増えるわけだよ。それはそれで困るよね。後ろの人止まれないよね。ましてや高速道路とかでね、踏み間違いがないからさ、わーって加速しちゃう車はいない代わりに、そこらこっからでさ急停車してるやつが多かったら絶対追突するよね。ということで、これ自体がちょっとねどうなんだという感じがしますけども、まあかなりアナログですけども、まあねしょうがないのかなという感じがしますけども、皆さんもちょっとこれどうだと思ったでしょ。で、まあ僕がイメージしたら次の方、ペダル見張り板2、これね急発進防止装置で、データシステム製なのね。データシステムですよ。データシステムで R スペックのデータシステムですよ。で、そりゃ私も若い頃はエアサスコントローラーでねめっちゃお世話になりましたよね。このやっぱね、エアサスの車乗ってるね、VIP 系のセダンの人はもうやっぱつけたくなるアイテムナンバーワンでね、もうエアサスコントローラーって5、6万しましたかね。今リモコンも使えたりするんでしょ。で、まあ、そういう風になってますけど、このねデータシステムが作ってるこの急発進防止装置はね、エアサスコントローラーってさ、あれエアサスコントローラーは常にこうねエアの状態とかこうタイヤのこうエアサスが動いてる状態をモニタリングして、それをこうね信号を与えるっていう方式なんだけども、同じ感じでねアクセル信号を常時モニターして、停車時とか徐行時にアクセルペダルが急激に踏まれた時にね、それを検知してアクセル信号をキャンセルして急発進を防止するということで、僕はイメージしてたらね急発進踏み間違い防止してこれだったので、なので、あ、そうだよねやっぱこれで良かったと思ったんだけども、まあこの方がちょっと高価なのかな、すごくスマートな感じはするけどね。でもこういう風にしておかないとさ、ね、
踏み間違いだからじゃあいつでも踏んでいいのかっていうと、ね、またちょっと大変になるから、なんだかやっぱり高齢者のやつは踏み間違いっていうよりももうちょっとさ、こう有機的に防がなきゃダメだね。そのやっぱりもしかするとカーナビと連動させたりとか、スピードメーターと連動させて何キロ以上の時に急発進された時は急発進だとかっていうふうに頭よく検知しないと、だってこれね、本当にこの上のワンペダルだったらさ、50キロで走ってる時にさ、パニックって踏んだら止まっちゃうわけでしょ、車が。いやいや、アクセルのつもりだと加速しようと思って思いっきり踏み込んだらね、それがブレーキでしたみたいなことになりかねないんで、僕ワンペダルはね、ちょっと微妙だなと思うな。これはこれで別の事故が生みそうだなと思いますけど、余計なこと言ってね、この会社さんに、あとね、影響があったら悪いですけども、ちょっとこれはやっぱいろんな意味でやっぱ使い方を教えなきゃいけないじゃないってことは、なんかこうね、ご高齢者の方が使い方を分かるのかというと、やっぱり免許を返納する方がいいのか、もうちょっと車自体が頭が良くなって加速とか減速とか車線変更とかをちゃんと制御できるようになるのかっていうところで、まだまだこれができたからって、踏み間違いがなくなったからって、あ、高齢者運転していいよっていうふうにはならないなと思うんで、ちょっとこのあたりはね、工夫の余地があるのかなって気がいたしました。ただこのペダルの見張り板、データシステムが作ってるやつね、これはいいなっていう感じがいたしました。というわけで今週はね、後付けのペダル踏み間違い装置、こちらのお話でした。はい、それではエンディングになります。昨日ね、私証券会社が主催するセミナーですね、 FX に特化したセミナーにね、参加してきまして、私のね、本当に尊敬するとか大好きで仕方がない、先生2人がいらっしゃってたので、もうね、当然早く行ってね、最前列に席を陣取ってさ、もう堪能してきましたよ。やっぱね、面白いね。やっぱみんなもう憧れの先生たち、いつもラジオを聞いてて出てたりテレビも出てたりとかする方なので、あ、やっぱいいなあ。ああいうのに接するとやっぱりこうね、エネルギーがこうね、もらえますね、分けてもらいましたね。で、私の大好きなその先生、最後ね、話しかけさせていただいて、まあ、握手もね、握手2回もしてもらって、しかもなんか世間話的なものもね、こうさせてもらって、ものすごくこうね、やっぱああいう風にこう、なんていうかな、有名な方とか、すごく知識があったりとかして、長年やってるファンドマネージャーの方とかなんでね、人から預かった金を運用して、さらに大きく増やしてることをね、何十年もやってる人たちですよ。通常であれば、あれ、赤字2回出したらクビですからね、それを何十年もできてるっていうすごい方々に、そうやってお話しさせてもらったりとか、こうね、パワーを分けてもらえるってのは、これはありがたいなと。私、アイドルの握手会というのは行ったことがないですけども、まあ、似たようなもんだよね。僕もその素晴らしく尊敬している方に握手とかしてもらえると、あ、これはもうね、本当に嬉しかったなと、いいもんだなと思ってね、熱くなりましたね。で、まあ、ちょっと熱くなったというと、この週またルマンでしょ。で、今この時間で7号車が1走ってて、8号車が2走ってるんだ。で、これオンボードカメラとか見てるとね、前になんかすげえ速い車いるなと思ったら、それがトヨタのね、同じく7号車だったりするわけで、こういう映像見てるとさ、やっぱり僕は車好きなんだなと思って、こう見てるのとか音とか、やっぱこの速さとか加速とか見てるだけで、やっぱピット作業も好きだし、こうやっぱ車ってやっぱすごくやっぱり気持ちをかきたてるものなんだなと思って改めて思いました。この週末ね、本当に22時ゴールなので、僕もちょこちょこっとね、覗きたいなと思うんですけども、10時にね、またトヨタ自動車がね、連覇できてるといいなと、そういう気持ちでまたね、月曜日ね、こうね、迎えれたら嬉しいなと。ウェックのいいところはエンデュランスなんだよね、耐久レースなんですよね。なので、もちろん2時間とかのレースで1位取るっていうことも大事ですけども、耐久レースっていうのは本当に24時間あって、まあ、言ってみたら人生に例えれるかもしれないですけども、スタートがね、1位でも仕方がないわけ、最後で1位じゃなきゃ意味がないというところでね、まあ、人生も一緒でさ、例えば20代とか30代の時にさ、ピークで有頂天でね、あの時はすごく良かったんだってなっても仕方がなくて、まあ、最後の最後でどうだったんだっていうところが一番の見どころ、物語としてさ、やっぱり途中がね、ピークであとしょんぼりだったらつまんない話じゃない。だからピークが盛り上がれば盛り上がるほど映画って最高だよね。ラストシーンがしょぼい映画って絶対流行んないじゃない。なので皆さんそれぞれのね、人生においてラストシーンがね、素晴らしく飾れるように、だから今なんかを楽
単にちょん切ったらダメで、ね、これから何十年って先のスパンで考えて自分の物語がね素晴らしく完結するようにいい映画になるようにね、監督は自分自身だからね、配役も自分で決めれるから、なので、本当にいい作品をね、作ってほしいなと思っております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。